キラーン。降水確率 100% やったけど、今これいけんじゃね、これ。曇りやけど。ちょっと自転車で行ってみよう。チータン。チータン行ってくるね。行ってくるよ。ほんまに心配させて。さあ、結構ね、曇り空ですけど、雨降ってないのでね、ちょっとこの隙に、めちゃくちゃ進んでですね、プラモ君と合流したいと思います。前もね、プラモ君とはね、以前、コンビニでくじ当ててしまったから、プラモを一時期、僕のね、自宅で預かってくれって言ってて預かってたんですけど、そのプラモをね、返した時に一度会って、あれ一月前ぐらいだったんちゃうかな。それ以来なので、そこまでね久々っていうわけじゃないんですけどね、ちょっといろいろ仕事の話とか聞いてみたいと思います。あー、桜もやっぱ散ってるな。もっとねスケッチしたかったんですけどね、今年はもうあんだけで精一杯やったな。全然できんかったな。すぐ散るんやもん。だってやべえ、雨降ってきたな。やっぱりさすがの晴れ男の僕でも 100% には勝てんか。っていうか、どんな会場なんやな、全く分からへんねんけど。まあちょっと撮っていきたいと思います。いろいろ雨ちょっとやみましたね。でもやっぱりちょっとパラパラ降ってるわ。ここも、以前というか何回もこの動画ではお世話になってる風景ですよね。鳥たちがね、すごい美しいさえずりでね、落ち着くところです。見て桜、ほらこの間描いてた桜めっちゃ散ってるやん。すぐ散るな桜ってね。だってまだあの動画撮ってから2日3日ぐらいしか経ってないのにね。え、花の命は短いね。恋せよ乙女やわ。はい、なんかフラモックも先に来てるみたいなので、合流してみたいと思います。施設に着きました。あいにくの雨模様ですけども、なんかねやっぱ今日イベントやって、あ、すげえ、いたしゃ鬼滅、すげえ、あ、いや、すげえ、この集まりなんかな、あ、すげえ、へー、あららららららら、なんか分からんけどすごい。ハンコレか。はあ。え、でも4号棟どこや。おったおった。あ、ちゃうんか。あれ、どこや。え、どこ。あ、あ、びっくりした。飛んでしまった。え、めっちゃ不安、めっちゃ不安。どこ。すげえ早っ。あ、おったでないの。どこおるんか思って、めっちゃなんかすごい不在者感があって、どうしていいかわからないけど、僕入ってもええやんなこれ。早っ、こんな早かったっけ、ミニオンクって。すげえ、プロやん。プロやん、なんか知らん。へえ、あれでセットアップしてる。このね、建物はね、我が地域でですね、歴史を感じられる唯一の観光スポットっちゃ観光スポットかな。この2階にプラモデルが展示されてるらしいです。あ、すげえ、コスプレしてる人。あ、すげえすげえすげえ、コスプレイヤー。わ、プラモデル購入かって書いてあるで。下の階はあの、船ってあんま作らんのやったっけ。あ、これが完成品やな。ちっちゃ、僕もな、昔作ってたんやけどな。
うん、わ、何これ、すげえ。うわ、すごいやん、何これ。うわ、すごない？ちょっと、僕ガンダムとかや思ってた。船なのね。ちょっと怖い、近づくの怖い。スマホ落としたらえらこっちゃう。ズームしよう。パーツが細かいもんな。へえ、すごい。本物みたいな。うまか。これもジオラマみたいなこと。へー、すごい。何これ、なんか面白いで。これなん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 、なんか意味あるのこれ。この船自体がマミヤって船なんだけど、はい、日本海軍の中で、はい、ビラコと2隻だけ、はいはい、羊羹、アイスクリーム、ラーメン、それから、モナカ、はいはいはい、の製造能力があって、はい、最前線に、はい、そのお菓子を作りに行くっていう任務があって。え、マジですか。だから、意外とアメリカ海軍の、あの戦争中の資料では、ターゲットナンバーワンっていうのは、工作家の証。これはあの海軍工廠一つ分の 70% の工作能力があるので、これを沈めると連合艦隊の能力がかなり落ちるというのが分かっていて、はいはいはい、ターゲットナンバーワンは証、ターゲットナンバーツーがマミヤ。これが沈められると士気が落ち、めちゃくちゃ落ちるもんね。ちょっと待って、僕だけ残されてんやけど、うん、これも専門。え、これ作られてたんですか。これ僕、そうなんですか。すみません、なんか失礼な。すごい。この周りがすごい。これ海に見立ててるんですね、お盆も。そうそうそう、すごい、発想がいいですね。和食とか和菓子のお盆みたいな。なるほど。マミヤの話って、感染マミヤはもうお約束なんだけど、知らない人だとやっぱり分かんなくて、分からないですね。去年 の、 あの松本ゲルドの展示会の時に、はい、あの地元の新聞に載ったんだけど、はい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 、載ったんだけど、なんでこれ、あのラムネとか洋館らしきものと軍艦が一緒になってたって問い合わせ結構あって、へ、常に何か解説記事みたいなのが載ったらしい。そうなんですか、すごい。それは分からんと、何これってなりますよね。あの他の人のブログとかツイッターなんか見ると、はいはい、わけが分からんので、家帰ってウィキペディアで調べたら初めて分かった。僕も、もう教えてもらうんだったら多分、それはいい作戦かも、後で調べてもらえるっていう。へー、こんなん見ると作りたいとは思うんやけどな。いいんだ、え、売ってるん。やめてくれ。すごい。このプレートもかっこいいよな。この展示の方法がかっこいいよな。どうなってんの。あ、下に台がつくあれなんだ。あった、この何、そのなんかなんていうの、線みたいなのは何でやってんの。テグスと付属系のやつとか、すごい細かない、これ。うん、 0.7 ミリとか。いやー、すごい、でかっ。え、これってさ、こんなプラも売ってんの。どう作ってんのこれ。ええ、どういうこと。ちょっとありすぎて、でかすぎるよこれ。ありすぎてますこれ。でも好きな人はほんまいいんやろな。僕分からへんからさ。なあ、ないよな。100分の1なんこれ。100分の1単位。あ、ほんまや。うん、ほんまや、ほんまや。普通のやつやったら。え、これもしかしたら作ってるんかな、1から。すげえ人もいっぱいおるんで。ラジコンで動くんや。え、嘘、ほんまや。ラジコンで動きます。これ動かすの怖くね。プローチってさ、パーツが。
え、ああそうか、これが回って動くんかな。え、水の上走らせれるってこと。恐ろしい。行ったらあの、すごくないこれも。細かっ。なんかやってみたいっちゃやってみたい感じもするけど、絶対うまくできる。96% 完了です。あと 4% え、でも 100% やろこんな。何言うの、何か完成してない。あ、そうなんですか。あ、これ作られた。あ、そうなんですか。どこが完成してないですかこれ。いや、無駄な空中線があったりな。あ、ハリセンの。あー、そうなんやはり仕事、他何仕事できなくなる。あー、もう大変なんですね。全部あの全部昨日は装着接着終わって、そっからそれが 4%、 なるほど、あと 4% 最終的にああいうみたいに今ああ、そうかそうか、なるほど、へえ、すごいな、これどれぐらいかかるんですか、これ作るの。え、ここまで作ったのどれぐらいかかったの。あ、これで、あ、6年ぐらい私には6年。いや、でもかかるよね、でもこれするんや、これに。投票箱もね、クレオスの箱なんがいいですね。何これ、すげえモールス信号を打てるように。へえ、すごい。ああ、なるほどな、発想がいいよな。うわ、細かい。なるほど、展示の方法もいろいろあって面白いですね。結構ね、僕は分かんないんやけど、愛好者さん同士でね、会話したりしてて、すごい交流の場としていいなと思いました。いいカメラ持ってますやん、バンバン撮っていかんと。それで久しぶりやな、ほんでいつぶりやったっけ、あのプラも渡した。前の時は2月の15。あ、そうなんや。2月の15。よう覚えてんな。全然覚えてん。2月ぐらいか。2月ぐらい、うん、あ、撮ったん。すげえすげえ、ええやん。いやー、ええやん。これは海外の船なのかな。これもすごい。なんかでも結構僕ミニチュア系好きやから、船ハマったらハマるかもしれんな。台もちっちゃいで、ほらすごくない。え、氷は切られたらどうかと思うんですけど、なあ、古いキットなんやって。そうか、これそうか、陸におる船をあえて作ってるのか。あー、なるほど。これは船好きにはもうパラダイスやな。でもなんか塗装技術の参考になったりするんちゃう、僕は分からへんけど。
こんな風にしてるんかとかな。結構ね、この建物自体がね、まあ簡単に言うたら戦時中に作られたね武器庫みたいなものなんです。これをね利用してる展示スペースでね、割と雰囲気あっていいですね。こういうものを展示するにはうってつけの施設なんじゃないやろうかなあ。聞いてなかった夢中です。結構ええこと言ったのに。結構雨止んでますね。帰るまでやんといてくれたらな。これお姉さんとさ見に来たあたり知らん。え、そうやったっけ。あ、はい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 。あ、この船か。これから戦車が出てきたよな。今何やったっけこれ。シラサギ？何？シラセ。シラセ。シラセというのを取りに来てます。ちょっとマスクしんどい。結構ね、思ってたより遠いみたいでね。うん、これをね、この十数年代の友達、プラモ大好きアホクソ野郎さんが撮ってます。これと俺の見に行った時の。ああ、なるほど、これか。シラセ売ってたわ、そういえば。シラセを取るんや、シラセを取るんやって。あ、シラセじゃないわね。戦車を取りに来たよ、なんたな。あ、それそれそれ。それよ、それ。あ、ほんまや、それや。そうそうそう。で、そう。あ、僕は今撮ったわ。いや、めっちゃこれも可愛いで、ほら。あ、いいね。ちびまる感じ。ちびまる系も興味ある。戦車系もあるから、結構興味あるんやけど。上司の。これ可愛いやん。なるほどな。あ、これも組み立てるんや、一応。すげえ。この辺で置いてるとこは2人が多分。あ、そうなんや。いいですね。もう、いでたちはバッチリやで。怖いわ、大丈夫？カメラ落としたらあかんで。わしゃ、おかんか。おしゃれな建物に似合わんな。まあ僕もやけど。びっくりした。これさ、さっきつまずきそうになってしまってさ、僕。ああ、これはミニ四駆だよな。こんなんあんねや、今。いや、こんなんなかったよな。あんなんもあるよ。この辺は昔、結構昔から戦場があるよ。僕は世代って言ったらここら辺じゃないの、なんか。君の家にだってコースあったもんな。ミニ四駆は僕、ちらっとしかやってないな、ちっちゃい時。すげえすげえ。早い。早い。おお、すげえ。
た来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 た分からへんもうこれ。ベムが取ります。ベムが取りますみたいな。いいな、めっちゃだよ。で、どうする。もう終わり。なんや、ミニ四駆持ってきたらよかったな。パーツを見ています。違うね、クマもなんかあるやなんて。あ、かわいいやん、乗ってるやん、クマも。めっちゃ乗ってるやん。ゾウさんって何。ゾウさん何。お、お買い上げでしょうか。なんぼすんのそれ、1000円。めっちゃ見るやん。めっちゃ見るやん。めっちゃ見るやん。さあ、買うのでしょうか。買いま？買いま？どれどれ。あ、ほんまや、かわいい。でもクマモン乗っけたらスピードにちょっと差し障りが出るんちゃう。クマモン肉抜きしたりしてな。え、それ買う？マジで。買いますやんか、まさかの。お買い上げです。2つ持ってるし。モーター見出したで。モーターくるくるしとるわ。モーターを回そうと。なあ、ご飯食べてきた？ラーメン食べる。ちょっとお腹すいたんやけど。格別屋行かへん。お買い上げですやん。なんかモーターみたいなの乗ってた気がしたんやけど。モーターこうたん。なけなしの金でモーターを買いました。はい、というわけでちょっとね、今展覧会少しだけ見に行ってお腹が空いたのでラーメン屋に、おー、びくしゃ、ラーメン屋に行こうと思います。めっちゃ近くにあるんですよ。あそこ行く久しぶりや。僕すんげえ雨降ってる。君雨男ちゃうか。ひどくない。あそこ4時までおるのはきついんじゃないかなと僕は思うんですが、どうでしょう。めんどくさいわ。そこそこめんどくさいやろそれ。はい、ここがラーメン屋でございます。お腹すいた。何を食うか。これは何なん。これ変えると速くなる。ついてんやろモーターは。あ、改造やってるやん。赤。ああ、そんなんやったわ、懐かしい。これします。え、決まった。雨もあるんやで。かなりのもんやで。それ美味しそう。いただきます。ちょっとさ、それ、くれへん。ちょっとだけやん。ちょっとちょうだい。そこにちょっと味見がしたい。あ、いいですね。あ、いいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。チャーハン極小セットになりました。いただきまーす。はい。はい、ごちそうさまでした。美味しかったでーす。腹いっぱい。はい、ごちそうさんでした。お腹いっぱい。どうします。ほんでどうします。ブロって何するん。正直何していいかわからねんけど僕。もうとどめの雨っていう感じやね。これすごないでも。
木だそうです。あ、これ木なんですか。これはプラスチックですけど。これはすごいわ。木を削り出した。情熱がすごいですね。ここまですごいな。これはうちの店で買って13年頑張ったんよ。すごい。すごいよな。ああ、そうですよね。僕ちっちゃいの結構好きやな。これすごない。でもな、凝りすぎるからな、僕もやりだしたら。フルスクラッチかよ。すげえ。いや、好きなんで僕ほんまに好きやねん。こんななんか線張る作業とかめっちゃやりたいもん。いやいや、やらないです。やらないですけど、気持ち的にはね。すごっ。細かっ。でも猫に絶対やられるよな。はい、というわけで本日も、ブラモの展覧会噛んでます。展覧会行ってきました。まあね、何していいかわからなくてね、帰ろうかって言って今キトについているんですけれども、まあね、彼もね、いろいろプラモデル塗装するやつとか時とかジオラマ作る時とかの参考になってよかったんじゃないでしょうか。僕はもうお腹いっぱいでね、もうびっくりした。お腹いっぱいで眠たいばっかりなので帰って動画編集して。いや、もう船ええわ。いや、好きなんで、好きやからこそやるのが怖い。はい、というわけでまたお越しやす。地球採用。